南部忠平、南部忠平、南部忠平、1904年、明治37年5月24日から1997年、平成9年7月23日は、日本の陸上競技選手。総幅跳びの元世界記録保持者。ロサンゼルスオリンピック陸上男子三段、飛べ金メダリスト。北海道札幌区、現札幌市出身。 札幌中心部の狸工事商店街一丁目で、酒屋、三国屋、南部玄蔵商店を営んでいた、南部玄蔵の三男として生まれ、小学校高等科から、高玉社中学、現、高玉社中高、高等学校に進学し、後に、北海中学、現在の北海高等学校へ転校する。わんぱくな子供であったが、体は、あまり強くなく、 小学4年から始めた乗馬で体力を養った。北海中学3年の時に上級生にスカウトされてとほぶ、現陸上競技部に入部した。部長は柔道家で陸上競技の指導ができず、当初は試合に出ては負けを繰り返していたが、大日本体育協会、現日本スポーツ協会主催の夏季練習会、千葉、防州に参加した同級生が、 野口玄三郎らから陸上競技の技術を学んで帰り、練習法を確立して、中学5年には全道中学校陸上選手権で100メートル、200メートル、総幅跳びの3冠を達成する選手に成長した。なお南部は全道中学校陸上選手権で母校を勝たせるために、わざと留年し、中学5年生を2回経験している。1924年、大正13年には、 パリオリンピックの代表選考会に出場し、三段、戸辺で小田三夫を破って優勝したが、小田に勝ったら殴られるという噂を飲みして、札幌に逃げ帰ったため代表選手には選ばれなかった。札幌の百貨店へ行って、階段でトレーニングを行ったりして、従業員に叩き出されたというエピソードが残っている。また冬場も雪の上を走ることで足腰を鍛えたほか、 当時冬場は運休も多かった札幌市電の線路をレーンに見立てて練習したり、札幌駅の機関車のロッドや札幌競馬場の競争場のスタート度から走り方を研究していたという。1924年、大正13年、当時陸上競技が盛んであった札幌鉄道局に就職し、第7回極東選手権競技大会、マニラで、 初めての国際大会を経験する。その後、早稲田大学競争部から強い勧誘があり、1926年、大正15年に早稲田大学へ進学する。在学中スランプに陥り、総幅跳びの助走を鍛えようと、加賀一郎から助言を得たが、うまくいか、瞳絹へと、総幅跳びで勝負して1センチメートル差で、敗北するなど苦しみを味わった。 こうした中で出場した1928年、昭和3年のアムステルダムオリンピックで、陸上男子三段飛べで4位に入賞する。1929年、昭和4年に、早稲田大学を卒業後、一旦は、南満州鉄道に就職するも、学抜争いへの嫌気と内地で競技力を磨きたいという思いから退職し、同年末に、水野、現在の水野に就職。 大阪へ移住する。千里山へと定住し、当時在住していた小田美紀夫と共に、関西大学運動場で猛練習を重ね、1932年、昭和7年8月4日のロサンゼルスオリンピックの三段、飛べでは、優勝、金メダルの快挙を成し遂げた。また、三段飛べより先に行われた、総幅飛びでも、銅メダルを獲得しているが、南部にとって三段飛べは、 余儀で総幅跳びが本業と考えていたことから、総幅跳びの銅メダルは大きな失望で、競技後にハリウッド映画をもに言ったものの全く内容が頭に入ってこなかったとい。帰国後は、小田と二人で陸上競技のコーチをしながら、日本中を暗化し、秋に結婚した。1934年、昭和9年夏、女子オリンピックの指導者として、ロンドンに向かう。 途中のシンガポールで集中にアキレス腱を負傷したのが致命傷となり現役を引退した。南部は1931年昭和6年10月27日には明治神宮外苑競技場東京で総幅飛び7メートル98プラス0.5の世界記録を樹立した。なお、この記録は相当にレベルが高く80年以上を経た現在でもまだに 日本歴代13位に位置している。ゆえに40年近く日本記録として残り、1970年昭和45年6月7日に、小田原市上山陸上競技場で山田博美、東京急行電鉄8メートル01を飛ぶまで破られなかった。現在でもこの記録をマークすれば、ことによれば日本選手権優勝もあり得る。当時は、 土の助走路でスパイクも旧式であり、現在のタータン、全転向型トラックとスパイクの性能を考えると、いかに南部の記録が突出していたかがわかる。また、南部は、総幅跳びだけでなく、短距離トラックのレースにも出場していた。日本陸上競技選手権大会男子100メートル、競争で2回、1930年、1933年、優勝しており、 1931年4月には、吉岡たかのりら3人の記録を破る10秒6の日本新記録、1ヶ月後に吉岡に抜き返される。1933年9月には、吉岡と並ぶ10秒後の日本体記録、約2週間後に吉岡が更新をそれぞれ立している。引退後は、大阪毎日新聞運動部長、 日本陸上競技連盟強化部コーチ1964年東京オリンピック日本陸上チーム監督などを歴任1939年昭和14年にはブラジルへ渡り日系ブラジル人らに陸上競技を指導そこで仲良くなった7人を翌1940年昭和15年に日本へ招待し明治神宮競技大会を見せ日本一周旅行までお膳立てした 1966年、昭和41年から1984年、昭和59年北海道女子短期大学、北小大学教授、後に名誉教授となった。また、1984年、昭和59年から1990年、平成2年鳥取女子短期大学学長も務め、この他、1960年、昭和35年から1974年、 昭和44年、学校法人北海学園評議員となった。南部は、親友の小田と共に、日本の陸上競技の黄金期を築いた先駆者であり、小田、西田周平と共に、日本の陸上競技を築き上げた、ビッグスリーとも言われた。1992年、平成4年には、国際オリンピック委員会から、オリンピック厚労省、オリンピックオーダーを贈られた。 1997年7月23日、肺炎のため没した。2018年12月、国際陸上競技連盟、IAAF は、顕著な実績を残した先人を称えるため新設した、ヘリテージ、イサンプラーク、飾り学22人を選出。パーボヌルミ、フィンランド、中距離走、長距離走、ジェシー・オーエンス、アメリカ、短距離走、跳躍競技、 エミールザトペック、チェコスロバキア、長距離走、アベベビキラ、エチオピア、マラソンラと共に、南部も選出された。ロサンゼルス五輪の三段跳びで、金メダル、走り幅跳びで、銅メダルを獲得し、両種目の世界記録保持者でもあった功績が評価された。各選手のゆかりの地に記念碑を設置する計画で、南部のものは、東京、明治神宮外苑が候補だが、 日本陸連関係者によると設置時期や場所などは未定という。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。